どうも、小森田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回紹介する商品はカメラマイク MKE200 です。ゼンハイザーというブランドの外部カメラマイクになります。マイクはこんな感じでめちゃくちゃスタイリッシュなんですよね。ほとんどのカメラマイクはザ・マイクつけてますって感じで、自分好みのマイクとはなかなか出会えませんでした。ですがこのゼンハイザーの MKE200 はデザインがドストライクで、探していたのはこれだと一目惚れしました。手のひらに収まるサイズ感で、持ち運びにも困ることはなさそうです。同封物はコードが2種類、カメラおよびスマートフォンに対応する2種類のケーブルが付属しています。しっかりと作りもしていますね。次にウィンドシールドです。カメラマイクにぴったしのサイズですね。一度取り付けると外れることはなさそうですね。とロゴ入り袋ですね。では実際にカメラに装着してみようと思います。まずは X で S10 につけて、ゼンハイザーとのデザインの相性を見てみます。ここに、いや、めっちゃいい。この感じいいっすね。主張しすぎない感じが絶妙です。ただ個人的な感想にはなるんですが、ピークデザインのアンカーリンクスとこのブルーのコード、色味の相性がちょっと違和感。ウィンドシールドをマイクに取り付けてみます。ウィンドシールドをつけても必要最低限の大きさにとどまっています。XS10 に取り付けてみました。ウィンドシールドも黒で、全体的な統一感が気に入りました。でもやっぱりこのコードが気になってしまいます。実は購入前からこのコードの色味だけ腑に落ちなかったので、別の色でコードを探して一緒に購入しています。それがこれ、ロードのカメラコードブラックを購入しました。取り付けてみます。デザインだけなんですが、めちゃくちゃ気に入りました。ウィンドシールドを外すとさらにスタイリッシュになりますね。これまで風問題は気にしないようにしていたんですが、先日上げたタフトの動画の時に風の音がバンバン入っていて、めちゃくちゃ編集が大変でした。ほんとその時にカメラマイクいるわって気づかされました。続いて iPhone に取り付けてみます。まずスマホクリップを取り付けて、アクセサリー周にマイクを取り付けます。iPhone には別にアダプターが必要になりますね。やっぱりマイクがコンパクトなのでいい感じに収まってますね。では音質を試してみたいと思います。ただいま MKE200 をつけて音声収録をしています。声の聞こえはいかがでしょうか。今 XS10 の内蔵マイクで音声収録をしています。声の聞こえはいかがでしょうか。ただいま MKE200 をつけて音声収録をしています。カメラを横に結構強めに振ってみます。風切り音の方はいかがでしょうか。次に XS10 の内蔵マイクで音声収録をしています。これもと同じようにカメラを横に振ってみます。風切り音の方はいかがでしょうか。今回このマイクを購入してみて思ったことは、撮りたい音をクリアな音声で撮れて、何よりもコンパクトということです。
オールラウンダーというわけにはないと思いますが、音質、サイズ感が優れていると思いました。これからの Vlog ライフが楽しみになりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。